あれ、どっかでなんか、ミディールの尻尾がブラーンって見えてるとこなかったっけ？気のせいか。ちょっと。へぇー！うわっ！ん？あ、耐えた。耐えた？え、これいつ行ったらいいの？じゃあ。コミクズ。顔出して、いやもう、顔出して炎を撃たせて、っていう風にやるべきですが、ちょっと私は、ちょっと。炎を撃たせて炎の判定が消えたとかなーっていうところで突っ込んでください。要領は先ほどの気がする。サボ早く！はい、了解です。うと。うなちゃん死んだ。僕、もう超えたも同然ですもんね、そこに行けば。え？どういうこと？え、もう二人で行けってことは？出すサイン出すのめんどくさいってことになっちゃう。じゃあそんなこと言ってない。じゃあどういう意味合いで言ったんですか。どこに出したらいいでしょう。まあまあ委員長委員長。いや飛び降りたとこスチャったとこに出してください。スチャったとこにね。はいはい、はい、出します。出しました。これマイクラみたいにこれ掘っていければいいのにな。ミディールの下だいぶ毒されてますね。毒されてんのかな。絶対掘れるようなのこれ。まあまあ確かに。は、居酒屋作るんですよね。居酒屋、楽しそうっす。チャバちゃんやってないのマイクラ。うん、ちょこっとだけやったことありますけど。うん、うん、この間4時間半かけてな、はいはい、太陽、人工太陽作ったから。へぇー、すごい、すごいですね。全く想像がつかない。どんなものを作ったんだろう。あなたのでもね、想像に耐えるものではないと思うけど。あ、まあいっか。あの、エヴァの、エヴァの大何使徒だか忘れてる、あれみたいな。第三東京市ですか。 あかん、死ぬ。ええ、とりあえず私ちょっと R2 で1体こかしてるんで。剣出せ。剣出せ。何にも出ない。うん、結構痛いな。あっか、ここ狭くて槍が血見た。ほんとに血見た。血見た欲しいですね。いけない。愚者。愚者。何もないの。先行って先行って。宝箱があったら絶対拾わないでください。ミミック。ミミック。はい、です。ええー！おっと、ごん。うわ、グレートだ。まずい。結構まずい。はい。とりあえずちょっと。はい、ごめんなさい。体勢立て直しましょう。下がりましょうか。下がって。はい。あ、消えた。え？消えた？あ、死んだ！おー！落ちましたね。なんだよ！ちゃんと戦いたかったのに。すいません。俺のこのみなぎる闘志どうしてくれんだよ。ふざけんなよ、マジで。もう。チャボくんがとりあえず一回言うたぐらいで刺してもう二人で逃げてたじゃん。俺一人でなんとかここ持ちこたえてどうにか考えなきゃなーとか、スケルトンもう一回来てるからどうにかしなきゃなーとか思ってこうやってたら押したと思ったら怒られる。ね、見て見て。かわいい。はい、ああ、目隠し帽子。ん？目隠し？ん？
目隠し。名前忘れた。目隠し仮面。なんだよ、お前らのアクション。リアクションは。知らなかった。いや、すいな。仮面という意味では私の仮面もなかなか。すいな。全然もうやり損だわな。やんなきゃよかったよね。え？これ降りるんだっけ？降りて大丈夫。なんか、ここよく分かってないぞ、俺。多分こっちですね。え？あ、多分そっち行くと戻りますね。トカゲちゃんが逃げてった。ああ。ここが、なんでさっき入ってきたところがここなんですよ。ああ。なんでこっちですね。なんもない。なんもない。あぶね、降りる角度全然違った。うん。はい。よ。うわっと、アップ。え、アホなんですか、うなごさん。ごめん、今のわざとやった。デモンズ通ったら絶対死にますよ、あれ。ビャインビャインってなって死にますよ。降りてるんだっけ。大丈夫です。はい。え、こっち、こっちは？多分そっち、上だったと思います。下にアイテムがある。あ、じゃあ下行きますかね。なんだこれ。崩れたりしなかったよ。あ、祝福の奇跡。こっちはなんかありました。わあ、もうね。なんもない。全然来ないからね、こんなとこね。ですな。そうですね。忘れてる。もうでももうすぐかがり火か？です、です。そうですね。で、あ。あ、ミミック。どうする？こいつなんか、くれる？ごめんなさい、中身覚えてないんです。じゃあやるか。やりますか。かがってからの方がいいかな。そうですね。あ、一応、火をつけてから。はい。骸骨お願い。はい、了解です。奥にも2体いるので気をつけてください。うまい、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 うまい。やべ。よし、よし、た。ブボ。ほい、ブボ。ああ。ドーン。よ。ドーン。便利っすね、それ。ドーン。これがシミターとかほんとファルシン落としてくれれば全く問題ないんですか？うん。2、3回やっても忘れてるわけねえよなぁと思う。いや、え？でね。ひとまつやには確認できてないんですけど。おぉ。出るのかな。カーサスみたいな感じで出てくれればいいんですか。お願いします。はい、了解です。はい、ではよ。あかん、死ぬ。あ、でもそれ藤間さんが、そうか、ひるみが取れるから。あかん、見えな。うん、見えない、見えない、見えない。へへへ。俺落ちそう。これ何しようとしてる。これ押し切っしゃよ。しゃー。さあ、なんだ。ちょ、ジャガンプラスさん。いや、俺今プラ、ノーマルジャガンつけてたから嬉しい。地味に回復してくれてるから嬉しい。
よーし、じゃあとりあえずミディールは、はい、まあ通過するしかないよね。そうですね。大丈夫かな。ごめん、そしてここはちょっとまだ全然自分分かってないポイントなんですよ、ね。え？ここのミディールさんは、いや、どこがアンチだったかすらもおぼろげです。マジや。もう焼かれまくりんぐですね、今日もですよ。すぐ出します。クジラもう突っ込んでますか。はい。はい、了解です。あー、ごめんなさい、死にました。でも俺は突破したぞ。はい、了解です。あー、やべ、うん、え、亀、亀、お前、え、これちょっと待ってね、俺、あれ？このかがり火って、あそこが最後？ショートカットを開いて。エレベーターを起動させればいいのか。そうですね、はい。あれ？エレベーターってどこだっけ？あ、これか。じゃあもう、あれだわ。ショートカット開通させるからサインそっちだな。了解です。うん？うん？かがり火名を後から読み上げます。あの、ラップ先輩がいた近くっていうか。リンの内壁ですかね。うん。え、知らないかがり火です、僕。いやいやいや。あ、多分、いや、生きてます。一回生きてます。絶対来てる。え、ラップさんがいたところです。うん、あの、最初にあの、呪いのやつ来て、ウォーサーをしてたじゃん、みんなで。ええ。うん。そこのかがり火。ああ、もう、ああ、そっかそっかそっか、ショトカー側から前に戻るみたいな。はい。今日はじゃあ、双極拳取ったら終わりぐらいかな？そうですね。で、まあでもぶっちゃけそれ使わないと多分、戦力が揃わないので、うんうん、レベルをもう結構振ることになるんですけど、うん、まあそのために今までポイントを取ってたっていうのは、うん、と思って使うべきかなと思って。うんうん、おー。ああ、レベル。で、いや、絶対こういう日が来るに違いないって一応予想はしてたもんね。うん。ちなみに私はあの、うん、もともとここがやばいと思ってたので。はい。いいですね。いや、ハーラルドの大拒否権とか使えればめちゃくちゃこの辺、だいぶなんとかなるだろうなとか思ってたんですけど、まあもう仕方がないですよね。いや、ちょっとこの辺に、あ、ありました。ああ、確か、そっちが、あれを。あ、なんか、あれ、ゲスト鍵。え？あれ、私にしか見えてませんか、これ。あ、なんか、あれ、なんだ。ちょっと倒して、倒して。俺には見えてないけど、はい、人、はい、おー、鱗しました。鱗が。光じゃねえのか。ちょっと、じゃあ、双極拳狩り。はい。頼むよ。はい。これ、強いっすよね。そう、これ超強えよ。基本的にもう私、ケツを狙いますね。うん。グルンポンだから、グルンポン。グルンポン。まあ、ぶっちゃけ、最悪エレベーターのとこまで行ってからこいつ落下死させるって言ってもあるんですけど。怖え。落下しちゃダメでしょ。さっき、クワさんが落下したとき。戦いたかったって言ってたんだ。今、その人すごい逃げてますけど。逃げてんじゃねえわ。はい。光の石を2つ取った。大丈夫大丈夫。いける。まあ、プリティシャーはでかいですからね。すぐさ、まあ、楽しい。してすあれ？おお。え、あれでも、ひるまないんだ。あれなんだ、ダウン取れない。ひるみは取れるけど。
怖い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 、ずすげえ怒ってる、すげえ怒ってる。よいしょ。怖いからフルマックスにしよう。お、どうした。ちょっとすっげえ動き腕が、うんですね、さっきすごいえげつない動きしましたね。えい、あぶね、おいおいおい、うん、えい、えい、バックサブいいです、落ちちゃうのね、ダメダメだ、ダバンバンバン、これ一回落ち着きましょう。ナイスダブル。お前以外落ち着いてるよ。はい。いや、ちょこちょこ危ない時があるので、ちょっと。よっしゃー。よっしゃー。よっしゃー。やったねー。やったぜ。残り2本出た。やったぜ。おお。さあ、これで、こいつが筋力40。はい。でございますので。はい。はぁ。なるほどね。それをその両手持ちの状態、その状態でしか使えないです。うん、え？どういうこと？筋力を27まで振った場合ですね。27？ はい、27まで振ると両手持ちで一応筋力40のものが使えるようになるので、ああという感じですね。なるほど。俺筋力が今18なので、うん。まあじゃあ27まで振るか。そうですね。ただ。足りるのかな、ソウル、うん、まあじゃあちょっと一回戻るかな、はい、でついでに、うん、はい、まあちょっとこの先武器が見込めないと思うので、はい、もうその二つ強化すっか、はい、そうですね、あ、ちょっとあまりにもやっぱちょっとモブであの硬さだからちょっとねえ、まあ、うん、ちょっとプラス3ぐらいまではしちゃっていいんじゃないかなと思うんだけど、はい、ほいほい、ちょっと未強化でどうしても一回戦いたいってなったら返すけど大丈夫ですね、はい、じゃあ死んでください、死にます、喜んで死にます根性なしどもめや。うるせえって、うるせえって言って。黙れって。ってうなぞうさんが言ってました。棺の再始場。いやまあでも一応これで。なんとかはなりそうだな、うん、多分その武器の触れる回数がかなり重要になってきそうですね、うん、あ、多分2回振ったら飛ぶんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんでしょう、うん、筋力を27までってことは、え、俺今いくつつったっけ、18だから9上げなきゃいけないのか、9です、だから今キープが18だったので、私のキープが9、はい、残9になります、うん、はい、で茶ボキチとうなどさんもレベルだから、そういう意味では9つ上げてもいいです、はい、上げなくてもいいけど、まあ、はい、上げない理由は特にないです、ただどう上げるべきかっていうのもあると思うから、ちょっとそうですね、そこはお任せしますが、俺はとりあえず筋力だけ9上げますね、したら、はい、1、2、3、どうしよう、ちゃんぽちゃん、ちゃんぽちゃんどうする、どうしたらいい、うなちゃん、全然足りた、それ全然足りた、レベル39まで上がりました、はい、了解です、はい、9ポイントも上げれるっていうのが初めてなので、なかなか難しいとこですね。今まで結構その場しのぎのレベルアップだったので。はい。難しいとこではあります。でも、うなぞうさんの場合結構装備できないぜとか、直剣片手に触れるようにはまず筋力振りたいっていうのはありますよ。うん。そうだね。うん、まずそのラインまで筋力振ってもらって、
って、17でしたっけ？そう、17。今、え？俺、まだ、あれ？両手持ちになってんだけど。バツ印ついてますよね。うん。確かそれでもうダメージは出るんですよ。あ、そうなんだ。確か。へぇー、ほんとだろうな。ごめんなさい、私がやっていたバージョンではそうでした。バージョンではあれこれ、あ、全部光るか。ですです。はぁ、で、全部戦技の名前が残り火ですね。ほんとだ。レドだけ岩呼びだ。ああ。じゃあ、とりあえず1。で、2個使うから。ああ、ギリギリ3本ともプラス3までいけるわ。おお、おお、やったぜ。ちなみにガメラが光るくさびしを落とすので、あ、最悪あれでマラソンするっていうふうになりますけど、でもまあプラス3までやればとりあえず多分当面はなんとかなりそうです。残5個なんだけど、うんうん、あ、1個だけプラ4にできる感じです。いや、プラ4だと8個必要だから3個足りない。あ、そんなにいっぱいいるんですね。ああ。そっか。チャボちゃん上げた？もうレベル。まだ上げてないですね。今どうしようかなって。じゃあ一旦ちょっと武器分配してから考えるか？あ、はあはあ。そうですね。と、したらまたさっきの内壁。了解です。内壁。ああ。